日本とジョージアの関係は、ジョージア国が1991年にソビエト連邦よりグルジア共和国として独立した翌1992年に築かれた。本記事中、2015年4月21日以前の事項に関しては、当時の官報告示及び日本国政府の報道発表に従い、グルジアの表記を用いる場合がある。 2007年首脳会談の共同声明書名式にて握手をするジョージアのサーカシュビリ大統領と日本の安倍、晋三首相日本国政府はかつてソ連を構成した12国のうち1991年12月にグルジアを除く11国を承認している。しかし、グルジアは CIS への未加盟、人権問題、大統領派と反大統領派の武力衝突を理由に 承認を見送っていた。その後、政治的混乱が収集されたことで1992年4月3日に日本はグルジアを国家承認し、外交関係が樹立された。1992年8月3日、枝村澄夫中ロシア日本大使とブリドル外務次官が外交関係解説に関わる書簡を交換し、国交を樹立した。翌1993年7月3日、 枝村ロシア大使がグルジア大使を兼務する。日本はジョージアへ経済や文化工場のための援助を拡大し続けている。両国間における貿易収支は日本が自動車や工業製品を輸出し、グルジアが農産物や鉱物を輸出する形で日本側の大幅貿易黒字である。1999年当時のグルジア大統領、 エドアルド・シェワルナズが公式実務訪問として来日し、2007年には、ミヘール・サーカ・シュビリ大統領が、実務訪問品格として訪れた。2014年12月には、マルグベラ・シュビリ大統領が、実務訪問品格として来日。2006年、東京に、グルジア大使館が設置された。2008年2月には、初代中日大使として、イワネ・マチャワリアニが着任し、 2月8日に新任状を法定した。日本大使館は、グルジア独立以来、在ロシア大使館が剣活し、後にザイアゼルバイジャン大使館が剣活してきた。2009年1月1日、日本はザイグルジア大使館を開設し、同年2月13日に、カンバラ・マサヨシがグルジア大使に任ぜられた。2014年10月の首脳会談2009年3月の、 外相会談で日本におけるグルジアの故障はロシア語読みに基づいており、英語読みのジョージアに変更してほしいと申し出ている。これはグルジア側の反露感情によるものと考えられている。なお、安倍晋三内閣総理大臣は2014年10月24日、グルジアのマルグベイラシビリ大統領との首脳会談の席上、グルジアの国名表記に関し、 マルグベシビリ大統領の要請に応じて、英語表記に基づいたジョージアに変更する方向で検討する、胸の応答を行った。これを受けて2015年の第189通常国会にて、日本政府が在外交換の名称及び位置並びに、在外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律の改正案を提出し、4月14日に改正法が成立した。 ラグビーユニオン競技で対戦するジョージア代表と日本代表、ヨシフ・スターリンやシェワルナゼなど、元主級の大物政治家を除いたら、日本で最も有名なジョージア人は、力士の国会不都市であろう。国会は戦績こそ、同郷の後輩、ガガマル・マサルや土地の新武氏に及ばないものの、各界史上初のヨーロッパ人力士として入幕し、横綱の朝昌龍を破ったことで大いに自信と、 祖国ジョージアの名を凍らしめた。また、極真空手出身で、リングス所属の総合格闘家、ビタ・ーゼタリエルなども格闘技班の間では有名である。その他柔道も盛んである。またラグビーにおいては、以前からフォワード第一列の優秀な選手を輩出することで知られていた、ジョージアであるが、日本代表との度重なるテストマッチのほか 2018年シーズンにより日本を本拠とするスーパーラグビーチームサンウルブズにジョージア代表のフッカー、ジャバブレグバゼが加入したこともあり、日本国内のラグビーファンにとって同国は親しみのある存在になっている。飛びリシ市内にある在ジョージア日本国大使館、イワネ・マチャワリアにレバズ・ベシッツレバン・ツインザゼ・アーチル、マチャワリアにティムラズ・レ・ジャバ、ありがとうございます。